にちは、無重力の人、マサトです。本日は挑戦系の企画です。本日挑戦する企画は、ハンドスタンドプッシュアップのマックスの回数を測っていきたいと思います。ハンドスタンドプッシュアップっていうのは倒立で行う腕立てですね。この技はストリートワークアウトのトレーニングでかなり取り入れられるトレーニングなんですけど、もう主に肩が鍛えられて、ストリートワークアウトで一番重要なのは肩の筋肉って言われてるんで、それを鍛えられる一番いい、種目なんで、それを僕が今やれば何回できるのかっていうのを自分でもちょっと測ってみたかったんで、今動画を撮っています。僕こういう企画でもやらないとそのマックスの回数とか測ったりしないんで、これ結構いい機会だなと思ってちょっと動画撮ろうと思って今撮っています。前回フロントレバーで、その前フルプランシュのマックスとか測ったんですけど、それ以外にもこれからちょっと自分のマックスを測っていけたらいいなと思っています。こういう機会でもないと本当にやらないんで、そういう筋持久とかも結構大事なんで、そういうのもこれからやっていきたいなと思います。それでは目標なんですけど、目標は30回以上はやりたいですね。一応ストリートワークアウトやってるんで、そのハンドスタンドプッシュアップをやってるかって言ったらそんなにやってないですけど、ストリートワークアウトで肩ってすごく鍛えられるんで、多分30回はできるかなと思います。それでは今から挑戦していこうと思うんで、皆さんぜひご覧ください。はい、ということで今からやっていこうと思うのですが、今回は、フロアのハンドスタンドプッシュアップ、床でやる倒立の腕立てをやっていこうと思います。倒立バーでやる方が多分きついんですけど、床でやった方が回数ができそうなんで、とりあえず床でやります。その後倒立バーでももう一回挑戦してみてもいいかなと思います。それでは、とりあえず床でやっていこうと思うんで、ぜひご覧ください。帽子が邪魔で全然下がらんかった。いやちょっと帽子マジで邪魔で全然下がりませんでした。ちょっと今のハンドスタンドプッシュアップいけてるかな。何回だったかな。30回はいったと思うんですけど、今ので30回でいいのか。はい、ということで、ちょっとフォームとか悪かったんですけど、結果は36回でした。30回超えることできたんで良かったです。一応プライドがあったんで、これでちょっとは証明できたかなと思ってるんですけど、次回の目標は40回やりたいと思います。こういう練習もちょっとこれから取り入れていって、次は40回目指したいと思います。これは本当に肩を鍛えるのにかなりいいトレーニングですね。ハンドスタンドプッシュアップ。はい、次は倒立バーを使ってのマックスの回数測ってみたいと思います。これは何回いけたらいいか、20回はいきたいですね。今ちょっとやった後なんですけど、20回はやりたいと思います。それではちょっと倒立バーなんでヨガマットいきますね。倒立バーとこのマットの相性がかなりいいんで、皆さん倒立バーで練習されるときは下にマットを引くようにした方がいいです。
滑ると危ないんで。まあそのマットの紹介と倒立バーの紹介とか、またあの器具動画の紹介動画でやってるんで、まあ良ければそちら見てください。はい、安定はするんですけど、でもその分下げないといけないんで、負荷はこっちの方が上がります。でもトレーニングとしては多分こっちの方がいいと思います。倒立もこっちの方がやりやすいんで、はい、やっぱ握れる分その力も使いやすいんで、倒立バーありでやる方がおすすめです。はい、このハンドスタンドプッシュアップなんですけど、実際にこれは肩を鍛えるって意味でやるのなら、補助なしでやるより壁とかを使ってやって、その状態で腕立てをやった方が肩に効かすのには有効的です。はい、肩だけを鍛えたいっていう人は壁を使ってやってもらうといいと思います。まあでも補助なしの、その普通に補助なし倒立からの腕立ての方が、まあ、体幹とバランスも同時に鍛えられるんで、まあそっちの方が僕はおすすめです。はい、まあということで皆さんもぜひ挑戦してみてください。はい、僕もこれからもっとちょっと挑戦系やっていきたいと思うんで、まあ皆さん良ければちょっとこういうのやってほしいみたいなメッセージください。はい、それでは皆さんご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。